はい、どうもゆうくんです。今回はですね、新型レボーンの方を見てきました。で、こちらのグレード GTH-EX のモデルとなります。で、新型となりまして、フロントマスクこのような感じになっております。先代よりかなり洗練されたデザインということになります。そしてフル LED のライト周りが採用されるという感じになっております。そして全車新開発の 1.8L のターボエンジンが搭載されるという感じになっております。でサイドから見ますとこのような感じになっております。かなりね、空力に特化した感じのデザインということになります。そしてホイール周り、ヨコハマのねブルーアースの GT というタイヤが装着されておりまして、サイズの方が 225-45R18 というサイズとなります。やはり、走りにも、特化したモデルということになります。そしてリアビューこのような感じになります。リアも LED タイプのテール周りということになっているようです。では次、車内の方見ていきたいと思います。はい、まずフロントシート周り、このような感じになっております。さっき試乗させていただいたんですけど、かなりホールド性も高くて、長距離ドライブでも疲れにくい感じになっております。はい、乗り込みまして、メーターフル液晶のタイプとなります。そして EX グレードになりますと、アイサイト X が採用されるということで、大型モニターが採用されております。ナビやエアコンの操作もこちらで全てできるという感じになっております。そして下には充電用、そして通信用の USB の端子、そして外部入力端子などが配置されております。そして 12V のソケットも採用されております。使い終わっても考慮されたデザインということになります。そしてシフト周り、このような感じになっております。かなりね、操作性も高い感じになっております。で、電動パーキングも採用されております。で、ドリンクホルダーがこの位置に配置されまして、センターコンソールこのような感じになっております。アームレストとしても絶妙な位置に高さが配置されておりますので、疲れにくい感じになっております。そして、ステアリングこのような感じになっております。こちらのグレードですと、ブルーのステッチが入ったかなりスポーティーな印象ということになっております。そしてカーボン調のパネルなども採用されておりまして、ここもスポーティーな雰囲気ということになります。シートの方にもエアバッグなども採用されるという感じになっております。そしてパワーウィンドウ、フルオートのタイプということになります。次、リアシート見ていきたいと思います。リアシートこのような感じになっております。センターには充電用の USB 端子、そしてリア用のシートヒーターも配置されるという感じになっております。し、上部ドリンクホルダー付きのセンターアームレストなどが配置されております。シートのね、クオリティも高級感も感じられるデザインになっております。で、トリムこのような感じになっております。はい、最後ライチの方見ていきたいと思います。テールゲートが採用されております。はい、で、ラゲッジこのような感じになっております。5名乗車時でも使用十分な広さが確保されております。シート格納しますと、かなり広大な空間が確保されるという感じになっております。ラゲッジの使い方も非常にいい感じになっているということになります。ということで、新型レボーンでした。